パソコンに詳しい人ですと、コマンドプロンプトって結構便利です。ただコマンドプロンプトって、例えばこういうデスクトップ上のフォルダーとか、階層の深いところに、あの、行きたい時に非常に苦労します。それその時に、これ右クリックして、この中に、そのフォルダーでコマンドプロンプトを開く。それを追加する方法を説明します。それこの方法なんですけど、レジストリを操作しますので、利権性があります。 まあ、あの、失敗した時のリスクを覚悟の上で使ってください。手順通りやれば問題ないはずです。まず、スタートメニューから、レジストリーエディターを開きます。レグエディット。それ実行します。それアクセス制御、アカウント、ユーザーアカウント制御が出ますので、これはいを押してください。そうするとレジストリーエディターが開きました。それここで、まずは H キークラスルート。 これを開きます。それその下のディレクトリー。ディレクトリーのシェル。シェルの中の CMD ですね。この CMD の中に規定エクステンデッドノーワーキングディレクトリーってあります。それまず最初にこの規定ですね。これを編集します。そここでコマンドプロンプトって値にします。 あと2つ、このエクステンデッドとノーワーキングディレクトリー、これ削除します。それこれで再起動とか、あとログ,ログインし直せば、このコンテクストメニューに追加されます。これでログインし直しました。 それ先ほどこの新しいフォルダー、これ右クリックしてもこのコマンドプロンプトっていうコマン、項目はなかったですけど、今は追加されてます。それこれを実行しますと、このように、この新しいフォルダーをカレントディレクトリにして、コマンドプロンプトが開きます。それこの中に今、これ1個フォルダーが、ファイルが入ってるんですけど、これ dir。dir って一覧表を出しますと、このファイルが、 ちちゃゃんんとと SCR0001AVI、これがちゃんと表示されがさてます。それこれ活用すると迅速にコマンドラインを開いてそれ作業することができますそのパソコンを知っている人ですとこのコマンドラインを使って迅速に大量のファイルの処理とかあと名前の変,形変更拡張子の変更ができますので便利です是非活用してみてください以上です